こんにちは。金色のコルダ3フルボイススペシャル2週目実況プレイやっていきましょう。金色のコルダ3。はい、おはようございます。さあ今日もね、元気にやっていこう。さあどの曜日ですが、あと2日ということは明日であと1日ですね。さあいよいよセミファイナル、VS 神南高校編本番を迎える時がやってきました。曲の方はこのようになっておりまして、今、昨日突然月焼き場に愛らしくを入れて、まあ完成度が100になってしまって、まあ頑張ってね、表現レベルがアップしてくれることを今、念じながら練習中なんですけれども、ちょっとどう明日の一日でどうなるかという話です。大会的にはちょっと焦ってますが、ただ好きな表現2つ入れたら2つ分親密度が上がるということが改めて分かったので、あの時さんとの親密度がバンバン上がってます。それはいいことでしたね。で、イベントの方はこのお二人が京也くんと東金さんが、大会の本番でのイベントになっておりまして、で、時さんはステージを進めてみましょうだから次のステージなのかな。で、従いまして、まあ、このステージの中での親密度、少なくとも親密度の数値に関しては、一応、目的、最低限は達しているということですね。さあ、じゃああと1日。まあ、ひたすら練習ですね。まあ、前回と同じ練習パターンにはなるかと思いますが、まあ、そこからセミファイナル本番への流れになるかな。あ!びっくりした。あ、そうか、今日できないんだ、練習。しまった。そうだ。前回がラストだ。また、初見プレイの時と同じミスを犯しましたね。じゃあすいません。頭を切り替えて、今回から、セミファイナルです。はい。練習しません。わー、表現で100だった。まあでも、すいません。話戻すと。時さんの親密度がすごく上がったのは良かったね。そう思う。全国大会1日目。さすがに全国大会、地方大会とは雰囲気が違いますね。フレスなんかも来てるみたいだぜ。うわ、インタビューとかされたらどうしよう。浮き足立つな。そろそろ席に行くぞ。さあ、初日が神南、我々2日目だよね。そういうやつだっけ、戦い方って。人が多くなってきたせいか冷房がさらに強められた。開演前にお手洗いに行った方がいいかもしれない。そうだね、ここで耐えたらね、さらなる地獄が待ってる可能性があるから。行っておいで。こういう時はね、こういう時我慢したら負けだよね。この生理現象というものは恐ろしいものがあるから、夢油断されるなってとこですけど。そこの君、やっぱり清掃の生徒だね。キサラギリス君の代役の子でしょ。いやー、ちょうどよかった。ちょっと話を聞かせてよ。どう、今日はやっぱり気になる演奏者とかいるの？プレスの腕章をつけている記者のようだが。もう名前あげたんだ。困惑してみようかな今回。まあこういう描かれ方するとね、記者さんってどうしてもなんか悪者というか迷惑な人って描かれちゃうよね。こういう実際のところどうなんでしょうね。困惑しよう。なるほどなるほど。まあそれはそれとして、できれば如月君の怪我のことを詳しく聞かせてほしいんだけど。部長さんが欠場じゃ不安でしょ。完治までどれくらいかかるって？あとスターの代役になる感想とか意気込みとかも聞かせてほしいんだけどな。まあそういう実際は抜きにしても、この記者はずうずうしいね。とても嫌だね。強引な記者だ。どうしたらいいのだろう。無理に話をさせようとするその振る舞い、目に余るな。来た。
そこの君、強引な取材はやめたまえ。いやー、この人もっとねもっとこの大瀬の会を増やしてほしいんだけど、これ何編で見られるんだろうな。ここは神聖なホール、アポイントメントも取らぬ取材はマナー違反だ。なんだあんたは。サイカ様、見て、サンセシル女学院の炎上寺様がいらっしゃったよ。サンセシル女学院の長崎にあるんだよね、遠いな。ゴシップ目的でこの会場を汚すなど許しがたい。即刻この場を立ち去りたまえみんな楽器を武器にしてるんでね、 今フルートでしょ、振り回してるの。分かった、退散しますよ。これだね、古畑任三郎のあの木の実奈々さんの回の時のあの木の実奈々が見たらぶち切れますよねケースからね、そういうの取り出し、外にむき出しのまま持ち歩くのはね、関係ないですけど。大会の規模が大きくなるにつれ、ああいうやからが増えるのは考えものだ。君も早く客席に着きたまえ。もうすぐショーの幕が上がる。はい。お礼を言う間もなく立ち去ってしまった。かっこいいね。女性にもモテそうだね。どう見てもね。彼女は誰なのだろうか。サンセシル女学院の園長さやか様です。ようやく戻ってきた。どんだけ時間かけてんだよ。ほら。そういうことを言うものじゃない。本当だ。女性が身だしなみを整えるには時間がかかるものだよ。インタビュアーに捕まったのだと話した。見知らぬ他校の女生徒に助けられたことも話した。炎上寺沙耶香か。サンセシル女学院の部長だな。これはまた随分大物に会ったね。九州の女帝じゃないか。炎上寺女帝？素敵な人。女帝で聞こうか。サンセシル女学院は九州大会を16年連続で制している。そのためについた異名だもう制しすぎですよね。なかなかないですよね。あらゆる高校のそういう地方大会で16連覇って記録的にないよね。16年連続？すごい偉業です ね。炎上寺はそのサンセシルの歴史の中でも一二を争う演奏者のようだな。炎上寺の実力のほどは演奏を聞けばわかる。客席に行くぞ。いよいよですわね、炎上寺部長。そうだな。あれは、待て。さあ、因縁のね、あれこっちが姉だっけ。弟を打ち負かした仇だもんね。知り合いかい。さての、東日本大会では私の弟が世話になったな。弟？私はサンセシル女学院の炎上寺沙耶香。我が弟は歓迎大附属の炎上寺アラン。忘れたとは言わせんぞ。さて、知らんな。興味もない。忘れたと言われてしまったぞ。貴様のせいで弟は、弟はあれほど愛していたバイオリンを捨て演奏者としての生命を絶たれた。それでも貴様は前座で出てきた奴の末路などいちいち記憶しているとでも思っていたのか。バイオリンを捨てた？捨てたのは貴様の弟の意志だ。ステージから逃げるような打弱な根性ならば
早晩バイオリンからも逃げ出したな。まあおそらく明賀さんの言ってることを間違ってないだろうけど、しかし辛辣すぎるその言い方。むしろさっさと諦めがついてよかったと思ってもらいたいものだ。よくも抜け抜けと。待ってね。要はそれだけか。くだらんことで呼び止める。奴は人ではない。人の皮をかぶった魔物だ。奴の大ごりこの私が打ち砕いてくれる。さてここが清掃の席か。結構いい席じゃん。遅かったな。そっか失礼、セミファイナルで陣難と明日やるってことで失礼しました。なんでお前がここにいるんだよ。チケットがなくても ID カードで入れるんだよ。報道部のプレス特権だな。かー、こんなゴシップ体質なやつに ID カード渡すなよ。高校の報道部もね、プレスの権限があるってのはなかなかね。なんでこんな危険なやつが報道部なんだ。二人とも騒がないでください。周りの客に迷惑です。そうだ、京也先輩、演奏が始まる前にちゃんと携帯も切っておいてください。わかってるよ、お前は俺の母親か。あ、忘れてた、ゆげ子も忘れてましたね。こちらも携帯の電源を切っておこう。さて、1日目の5校中3校終了。ここまでは予想通りか。あとサンセシルとアマネがどう出てくるかだ。続いてアマネ学園高校、曲は偉大な芸術家の思い出。今日ダントツの出来だ。まるで天井の音。天井の音。お疲れ様、みんな。さすがね、いい演奏だったわ。あ、チェロね。あとはチェロがもう少し響くと良いのだけれど。はい、すみません。次はサンセシル女学院の演奏、早く終わるといいわね。私たちずいぶん炎上寺さんに嫌われてしまったみたいだもの。勝ち上がる以上恨まれるのは仕方のないことですよ。せめていい演奏を聴かせてもらえるように期待しましょう。くそ、こんな演奏もできるなんて反則だろうが。感動したのだろう。周りの客席でもすり泣く声が聞こえる。実際あるんでしょうかね、こう。ああ、ありそうですね、こう。あるね。うん。そうだよ、こういう大会の曲でも感動して泣くってことはあるよ。
演奏が妙な人があると違いすぎ。ピアノの響きはいつもと違った。七海の演奏を君だけ。どうしようか、関係ない人の話しようか、今回。あの、恋愛段階が、ない人。一緒に弾いている時とは違うか？当然さ。君と一緒に弾く時と、天音のアンサンブルで弾く時が全く同じ演奏なら、むしろ三流だ。なるほどね。やつの演奏は相手の望むように振る舞う形なきもの、天に漂う雲のようなものさ。それってどういう意味ですか？縛るもののない完全な自由の代償は己の形の喪失だということだよ。ニアさんは何でもご存知。さっぱり意味がわかりません。死後はそのくらいにしておけ。はい、次の演奏が始まる。交互でいきます。今後は明賀霊人、私はこの大会の勝利を捨てる。貴様を討ち滅ぼすことだけを我が目標とする。まあそれはいいけど、他の学校の部員たちのことはいいのかな。部員たちも了承の上かないこれ。一応ね、彼らの青春でもあるんだけど。許せ、サンセシルの同胞たちよもうかっこいいな、戦闘民族だな。なるほどね。まあこれも初回言ったと思うけど。高くて美しい音。フルートいいね。でもどうしたのかしら、いつものサンセシルの演奏と違う。どこか妙いような。フルで聞きたかったね。そう、フルート入りのハンガリー舞曲ってあんまり聞いたことがない。サイカ様、お疲れ様です。素晴らしい演奏でしたわ。これなら午後の部は天音と私たちに決まりでしょう。サイカ様の恨みを晴らせますね。さ、タオルを。怖い。サイカ様妙が霊人、午後の演奏が貴様の墓場。どうなっちゃうんだろうね、これ。決まった場合どうなるんだろうね、このサイカ様の。今は心地よい勝利を夢見させてやろう。まあアラン君のようになっちゃうってことか。貴様が奈落に落ちるその直前までは。やれやれ、予想通りアマネとサンセシルの直接対決になったな。けど午前の評点を見る限り、こりゃアマネで決まりじゃねえか。午後を待つ必要もないだろう。見出しをつけるなら、九州の女帝炎上寺さやか、暗き新星明賀霊人の前に落ち。落ちね、勝つ見出しならいいけどさ、高校生にその負ける見出しをつけるのはかわいそうだよね。炎上寺さやかが落ちっていうのはね、良くないと思う。ってところかな。それはちょっと派手すぎる、ね、学生さん相手なんだ。手加減しとけよ。気楽なもんさねって思うよね。そう、あの記者たち、ね、記者たちね、よくもあんな無礼な口を。この女子部員も美しいですね。放っておけ。言いたいものには言わせておけばいい。けれどサイカ様、あんなのはあんまりですわ。大会が終わった時、奴らの作る見出しは変わっている。一種返しはそれで十分だ。一種返しか、まあ、サイカ様も高校生が選ぶ口紅の色ではないと思うすごいよね。それでは午後の部を開始いたします。ちょっと頑張って PSP 君、いいとこだから。
頑張ってね。ソルベイユの歌。1曲目はサンセシル女学院、曲はソルベイグの歌。ソルベイグの歌？午前の演奏とは違う曲なのね。どうしたんだろうね、彼女たち。ギリギリで曲を変えるなんて自暴自棄としか思えないけど。ソルベイグの歌。ミョウガ、どうかしたのかい？知ってるんだよね、サヤカ様。ミョウガレイジ、さあ貴様の眠れる記憶を呼び覚ませ。魔王消滅の時だ。トラウマほじくり合戦が始まるぞ。明賀部長、どうしたんですか？顔色が真っ青です。俺に触るな。さあ悪夢をお前に送ろう。私の弟が味わったのと同じだけのナイトメアを。ナイトメア。死ぬものか。こんなところで。何かあったのか？さあどうだった、ミョウガレイジ、死の絶望の再現は。まあ弟を会わされたからね、もう確かにどんなサイカ様もどんな辛辣な手でも打つというトラウマをね、そこまで思い出させるようなことをあえてやるっていうのは相当な冷たい恋であるが、あえてやるというのはもう異種返しとしか。貴様の父母は吹雪の夜交通事故で命を落としたそうだな。事故を起こした相手の車は逃げ、お前たち兄弟は吹雪の中で取り残された。夜明けまで誰も現れない、救助も来ない。体は次第に凍え死へと近づく。調べさせてもらったよ、その吹雪の一夜がお前の冬の第一楽章の源なのだと。この曲は蘇らせただろう、お前の心に刻み込まれた恐怖を。事故の夜、車のオーディオだけはずっと鳴り続けていたらしいな。この曲だけを繰り返し繰り返し何度も。サイカ様。こんな手段は卑怯だと軽蔑するか。だが私はあの男をどうしても許すことはできない。さあミョウガレイジ、貴様も我が弟と同じようにステージから逃げ去るがいい。あの、ミョウガ部長、その、俺、水を。部長。
逃げろだと？この俺にステージを捨てろだと？楽しませてくれる余興はそれでしまいか？ミョウガ？そうよね。レイジ君はここで立ち止まったりなんかしちゃいけないわよね。そうだね。カイロの戦いでヤンウェンリンの猛攻に対して ラインハルトがあの震えて笑った瞬間を思い出しますね。さあ行ってきなさい。あなたにはバイオリンしかないのだから。やっぱり演奏するの？さっきはなんだか妙な雰囲気だった。ミヤさんが話してくれたんだね、ここで。なるほどね、開いた傷跡の痛みが音に出ている。ミョウガの音は揺れている。意志の鎧に包まれた脆く柔らかい人間の心、音の揺らぎは心の存在の証明だね。それなら僕は、まさか雨宮くん自分で勝手に覚醒しちゃう？ユイコの力を借りずに。アマネのピアノの音か。そりゃずるい。だと、あのピアノ、ミョウガレージの音を追って。雨宮。心地いいね。これだからアンサンブルは面白い。ずるい、セルフで覚醒しちゃった。 すごい天宮君。ブラボー。乾杯だな。アマネの他の演奏者の存在を軽視していた私の計算違いだ。私ではアマネ学園を超え弟の仇を取ってやることはできなかったようだ。サイカ様、アマネのピアノがあんなにソフトな演奏をするとは思いませんでした。ミョウガレージの音の変化に合わせてステージ上で表現を変えたんだ。リハーサルもなく本番一発か。ミョウガの陰で今まであまり目立たなかったが、恐れ入ったよ。あのピアニストもさすがに全国レベルの演奏者だ。ま、でもサンセシルとアマネがぶつかってよかったんじゃねえか。炎上寺とうちが直接ぶつからずに済んだのはラッキーだっただろう。本気で言ってるんですか？もしかして京谷先輩、ソロのバイオリンの部の結果見てないんじゃありませんか？ソロの結果？知らねえよそんな。
東金は炎上寺彩花を下し、今年もソロで全国に駒を進めている。炎上寺彩花に東金は勝ってる。明日は今日以上に激戦になる。油断はできない。そうやってプレッシャーばっかりかけるなよ。さあ、おっと、そこでじゃあちょっとニアさんに話を聞いてからまとめますか。誰の話を聞きたいんだ。まあセミファイナルのシーン見たものも、まあ、これまた2回目になりますけれども、まあ同じシーン見ても面白いし、一体何について聞きたいんだ。周回プレイ、まあ、なんかの条件が誰かをクリアしてるとか条件があるのかもしれないですけど、肉付けがされていくのがね、話にセリフにいいね。やこれ周回プレイじっくりしやらないとダメだね。あ、全部聞いたかったのに。じゃあ、あ、そう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 。時さんの恋の根が解放されたから情報が増えてるんじゃないか。あ、家族てかそもそも聞いてなかった。時の家族についてだな。あいつに兄弟姉妹はいない両親と三人で暮らしている。父母は周囲の反対を押し切り、駆け落ちして結婚したのだそうだよ。へえ。それ知ってたっけ。時当人からは想像できないくらい情熱的な両親だな。あいつにも熱い血が潜んでいたら面白いんだが。いや、示唆に飛んだこと言うね。あるんじゃないかな。潜んでるんじゃないかな。まあこんなものだな。よし。ということで、いや今回はちょっとイベント会ということでセミファイナルの初日堪能させていただきましたけど、でまた勘違いで練習1日間違えちゃいましたけど、まあ明日できることはまずこれ、まあこれはいい、そのまま進むでしょう。で東金さんは、感動させる。で感動させた後何かこれ連続で発生するのかな。で、ホタルの庭、これは次回ということ、次回というか次のステージでという感じですね。はい、この3人の改めてですけど、この3人ね、東金の2人と、東金の2人じゃない神南の2人と、京也くんの攻略を目指しております。よし、じゃあ次回は我々のセミファイナル、いよいよね練習の成果出すときがやってきましたが、それは次回の楽しみとしましょう。では、今回はここまでにします。ここまでご視聴ありがとうございました。また次回よろしくお願いいたします。ではでは失礼します。